こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクールビューリー。綺麗なスタートを切りました。シンジピタ前に行きそうです。クールビューリー、それに続いています。さらにはサンライトジャッジ、7番ダークセルナード、その後ろシェイクアルバドゥ、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。ロックソン先手を取りました。大きく離れました。シンジピタ、その隣にマザーミニスター、桜爆心を好位をキープ。オレンジの帽子クールビューリー、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ロックソング先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手は桜爆心王。桜爆心王必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 ロックソング先頭だ。残り 100m、 桜爆心王抜けた。ロックソング追いすがります。桜爆心王もう一伸び。桜爆心王、桜爆心王1着、2着にはどうやらロックソング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシングルスカイ。綺麗なスタートを切りました。ニホノブルボン前に行きそうです。サドラーズホール、それに続いています。さらにはヴィンテージクロップ、7番シングルスカイ、その後ろ。では前の方から見てみましょう。シングルスカイ先手を取りました。すぐ後ろにサドラーズホール、ニホノブルボン好位をキープ。緑の帽子ヴィンテージクロップ、その後ろ。その隣にマーブルアトラス、アロハウッド、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはクイックブレイブ、これに続いてサドラーズホール、並んで12番イッツオールグリークトゥーミー。これに続くのがシングルスカイ、その隣にマーブルアトラス、その横にヴィンテージクロップ、その外からテープサイクル、その後ろにジョリファ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からマダムビグラス、先手を取りました。さらにはテープサイクル、その後ろにイッツオールグリークトゥーミー、その隣にクイックブレーブ、すぐ後ろにシングルスカイ、緑の帽子サドラーズホール、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ14番マダムビグラス、2番手はテープサイクル、イッツオールグリークトゥーミー、3番手ニホノブルボン、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マダムビグラス先頭、差はほとんどありません。2番手はマダムビグラス、マダムビグラス、さあ果たしてこの足色はどうか。残り 200m、 ミホノブルボン余力は十分か。さらに引き離していきます。ミホノブルボン先頭、2番手はバーブルアトラス、ミホノブルボン1着、ミホノブルボン1着、2着はバーブルアトラス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ミスティコ前に行きそうです。西のフラワー、それに続いています。さらにはクリスマスグローリー、2番アラジン、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはミスティコ、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはミスティコ、これに続くのがクリスマスグローリー、赤の帽子、ウィルビージャーニー、その後ろ。プラウドチャーム、そのうちに続いています。その後ろにバイオジョンヌ、黒の帽子、アラジン、その後ろ。その外にファーリング、その外からアフターアイズ、その後ろにコンサートキャップ、その隣にキャッシュランサー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はミスティコ、2番手はウィルビージャーニー、プラウドチャーム、3番手西のフラワー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ミスティコ先頭、差はほとんどありません。2番手はファーリング、先頭を捉えるか。やはり西のフラワー先頭だ。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 西のフラワー差を広げる。2番手はファーリング、西のフラワー今ゴールイン。段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はバーリング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはチーユリー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチーユリー行きました。続いて前へ行くのはイクノディクタス、さらにはタイトスポット、8番マーベラスバースト、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはマーベラスバースト、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から、先手を取ったのはマーベラスバースト、並んで10番ハイトスポット、ボーンカット、この馬もこのグループ。その外にチーユリー、ブレイクエリート、そのうちに続いています。オレンジの帽子、イクノディクタス、いい位置につけました。その隣にフローレス、その外にライトブロー、緑の帽子、ウォータースパーク、その後ろ。内からはスピークセゾン、シンデレラロータス、それに続きます。青の帽子、リッチブレイブ、その後ろ。すぐ隣にストームクロス、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。さあ先頭はタイトスポット、マーベラスバースト、ほとんど差がありません。チーユリー、3番手イクノディクタス、 B 位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ハイトスポット先頭、差はほとんどありません。2番手はチーユリー、追いすがる。やはりイクノディクタス先頭だ。残り 200m、 先頭はイクノディクタス、チーユリー必死に追いすがります。イクノディクタス先頭、チーユリー追いすがります。イクノディクタス1着、イクノディクタス1着、2着にはどうやらチーユリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った丸仏サンキスト、丸仏サンキスト先頭、2番手は丸仏サンキスト、残り 200m、 先頭はゴーングリー、先頭はゴーングリー、残り 100m、 ダイナマイトダディ抜けた、ゴーングリー迫る、ゴーングリー、ゴーングリー1着、2着にはどうやらダイナマイトダディ、勝ったのはゴーングリーン、スタビライザー完敗です。着外に沈みました。短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、残り 200m、 先頭はカワチソレイユ、シスカウト一気にやってきた、カワチソレイユ先頭、クロストライン、シスカウト、もう一伸び、先頭一段となってゴールイン、横一線になってゴールイン、これは大激戦です。わずかにクールチャーマー体勢有利、これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のベガ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポイント飛び出したのは山下ローレル、綺麗なスタートを切りました。大方の予想通り花を切ったのは山下ローレル、山下ローレル競りかけていきました。雪の美人、好位をキープ。
その隣にペイウーマン、内からはシンデレラピーク、黄色の帽子、キャプテンエリカ、その後ろ、その外にハイキピクニック、スノーナイト、そのうちに続いています。内からはゼリウンモーション、その隣にヤマリントレイル、その横にシスターイグリッド、ラグビードーター、すぐ後ろ、その隣にメジロオーク、ホライトエンパイア、そのうちに続いています。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。さあ先頭は依然として10番山下ローレル、2番手は雪の美人、これは絶好の手応え。さあ雪の美人、このまま逃げ切れるかどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は雪の美人、雪の美人先頭、2番手はベガ、あと 200m、 雪の美人先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。雪の美人先頭、ベガ追いすがります。雪の美人もう一伸び、雪の美人ゴールイン、雪の美人1着、2着にはどうやらベガ、雪の美人 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。